どうも、さあゆうです。どうも、のっこです。日々過激化するツイフェミさんたちが絶えない一方、最近自分でもフェミニズムってなんだっけってちょっと分からなくなりつつあるので、一度おさらいをしておきますね。分からなく。フェミニズムとは、女性に対する差別や不平等の解消を主張する考え方。男女同権論、女性解放論。差別や不平等の解消ね。まあこれだけ見る分にはフェミニズム自体を頭ごなしに否定してやろうとは全く思いませんよね。まあこれだけを見ればね。で、今回なのですが、巨乳の女性について考えていこうと思います。いや、別にいつも考えてることだから改めて考えることじゃねえんだけど。いや、そういうことではありません。まあまずはこちらの画像をご覧ください。これはおっぱ新橋の ED 治療の広告ですね。 YouTuber のクマクッキングさんが広告塔として採用され、イースト駅前クリニックと書かれた T シャツを着ている画像です。いつ見てもすげえ胸だよな。で、この広告に対してネットでは、女性の体を性的に利用しようとしている、環境型セクハラ、セクハラだし女性蔑視しているなどと批判が続出しました。懐かしいね。確かこの批判のせいで T シャツだけの広告に差し替えられて、ネットではついふみさんたちが歓喜してたよな。まあ、この件に関して、女性の権利を守るフェミニストが女性から仕事を奪ったっていう批判がついふみたちに寄せられたのですが、これに対して反論したついふみが、新しい広告のデザイナーを女性にお願いすればいいじゃんと反論したんですね。これクマクッキングを別の形で採用するって発想にはならなかったんだな。そして次に見ていただきたいのがこちら。おお、これもおっぱすげえ。おっぱ、転職サイトの広告の画像として使われたものになりますね。これはフリー素材の画像になるのですが、グラビアアイドルの茜さやさんという女性になるのですが、この画像に対してもつゆふみさんたちが発狂。まさかまた胸がでかいってだけで発狂するんじゃねえだろうな。もちろんそのまさかです。多くの人が目にする広告の写真に胸を強調しているように見える女性を使うのはセクハラだ。はぁ、なもんでっかいんだもん、仕方ねえじゃねえかよ。何言ってんだこいつ。胸でかい女は広告に適さないってことかよ。胸が大きいと性的に見えるため、広告としては適さないってことらしいです。んなこと言い始めたら、不健康を助長する可能性のあるデブも広告に適さないとか、その広告に適さないとかっていう理由だったら何でも言いちまうだろうが。まあついふみさんたちは性に敏感ですからね。それからわざわざ胸強調する3次元で釣ろうとするようなところを利用したいと思わない。胸ごときで発狂してるようなやつは就職なんかできねえんだから、関係ねえから黙っとけよ。この批判がなんと茜さやさん本人のツイッターに直接批判をしに行くついふみさんたちも続出したらしく、中には胸を小さくする手術をしないのは性を売り物にしているとかまで発言している人もいたみたいなんですよね。バカじゃねえのこいつ。巨乳は人類の宝なんだが、でかくすることはあってもなんでわざわざ小さくしなきゃいけねえんだよ。まあこの人たちがよく言う多様性の社会の中には、巨乳の女性は含まれてないっぽいんですよね。いやー、でもクマクッキングにしても茜さやにしてもだよ、これらの広告の件って巨乳ってこと以外で批判される要素が一つもないだろ。そうなんですよ。批判のポイントが巨乳起因であること以外見当たらないんですよね。まあ ED 広告に関しては、 ED の広告が公共の場で出るのはいかがなものかみたいな批判が残りそうな気もしなくはないのですが、T シャツだけの画像に差し替われた途端鎮静化されたところを見ると、やはり批判のポイントは巨乳ってところだけになるんですよね。じゃあやっぱり批判された理由は巨乳ってとこだけだろ。クマクッキングさんに関しても巨乳が理由、茜さやさんにしても巨乳が理由、宇崎ちゃんも巨乳が理由、おっぱいブリンブリンの柱も巨乳が理由、余すことなくついふみさんたちは巨乳の女性を標的にして発狂しているんですね。いやさ、巨乳が男の目を引くのは間違いないよ。でもさ、巨乳も個性じゃん。その個性を性的だっていうのを理由に批判するのはマジでおかしいだろ。だから都合がいい多様性とかって言葉が大嫌いなんだよ。多様性を認めろ、多様性を認めろとか言って、自分のコンプレックスは無理やり他人には認めさせようとするくせに、人の個性を攻撃するとか下道だぞマジで。胸が大きいと性的に見えてしまうっていうのは確かにあるとは思いますが、ただ巨乳が性的に見えてしまうっていうことで広告に適さないということを認めてしまうと、ただ胸が大きいという個性がハンディキャップになってしまうんですよ。
個性がハンディキャップにならないようにっていうのが本来の多様性であるはずだったのですが、巨乳は性的だから例外という、まあ、僕にはさっぱり意味が分かりません。そんなんだったら初めから多様性とか抜かすなよな。それにツイフェミラはクマクッキングやアカネサヤを巨乳だとか抜かしてるけど、こいつらツイフェミが大好きな欧米アメリカ人女性の平均バストサイズは日本でいうところの E カップに当たるんだぞ。それ踏まえたらクマクッキングもアカネサヤも別に胸を強調してるなんて言われるほどでもねえだろうが。平均が E カップですか。 E カップですね。しょ、はい、すいません。ちなみにこのアカネサヤさんなのですが、ツイフェミたちの心ない誹謗中傷を受けて過去にこんなツイートをしていたんですね。タイトな服、胸が強調エロい。リュック、服が引っ張られて胸が目立つエロい。斜め掛けカバン、あざとい、斜めにかけるな。ただデザインが可愛い服、谷間が少し見えてるエロい。水着、当然エロい。シートベルト、エロい。エロいエロい、うるさいよ、着たいものを着てるんだってなる。いや、男が言ってんじゃないのこれ。いや、これはツイフェミからの批判らしいです。めちゃくちゃ言われてんじゃねえかよこれ。てか、なんでツイフェミってデブの女が着たい服着て写真撮ったら絶賛するくせに、巨乳が着る服とか身につけるもんにイチャモンつけるんだよ。ああ、そういう風潮ありますよね。これってさ、ある意味デブはどんな格好してても性的に見えないけど、巨乳で可愛い女だと性的に見えるから発狂する。もうこれではっきりしただろ。巨乳だったらどんな服着てようがなんだろうが男の目を引くから問答無用でぶったたく。それがこいつらのフェミニズムなんだろ。ツイフェミから絶賛されるってそういうことなんですね。まあでもそんなアカネサヤさんにとっては朗報がありまして、今日こんなツイートをしたツイフェミさんがいたんですよ。ミニスカートを履きたいという女性にエロいからミニスカート履くなというのがイスラム原理主義、ミニスカート履きたいという女性に、おう、好きなだけ履けというのがフェミニスト、女にミニスカート履かせたいという男に、それは女が決めることでお前は黙ってろもフェミニスト。ということで、どうやら好きな服を着ることに対して後押しするのがフェミニズムらしいです。バカだな、サーユ。ツイフェミがここで指してる女性に巨乳の女は含まれてねえんだよ。さっきも言ったろ、デブのモデルが着たい服着た時に絶賛はするけど、巨乳の女はシートベルトすら批判されるんだぞ。デブは性的に見えないから OK、 でも巨乳は性的だからダメ、そういうことなんだよ。つまり何も解決してないような気が。こいつらがやってることはフェミニズムでも何でもね、ただの嫉妬に駆られたクソババアのヒステリックなんだよ。なんか回を増すごとにノッコさんの言葉遣いが悪くて僕心配ですよ。まあ結論としまして、ツイフェミの人たちが巨乳の女性を非難するのには何の正当性も整合性もありませんでした。全国の巨乳の皆さん、気にせず頑張りましょう。んなことわざわざ言わなくても、そもそもツイフェミ連中は鼻で笑ってると思うよ、世の女性たちは。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。